皆さんこんにちは。東京デンタルスクールの岡田です。本日は講師親子をですね、講義していきたいと思います。まず最初にですね、問題から、挑戦していただければと思います。講師親子であり上肢成長因子の阻害ですね、 EGFR を、阻害するモノクローナル抗体はどれかという、問題です。こちらですね、この後、分類をですね、しっかり覚えていっていただきたいと思うんですが、まず答えは B ですね。こちらセツキシマブに、なります。こちら昔ですね、国家試験として出る、代表的なものから、順に、ご紹介していきたいと思います。まずですね、こちら代謝拮抗薬ですね。こちらフルオルウラシル、代表的で、よくですね出題されます。そしてですね、フルオルウラシルはですね、こちらプロロラック、テガフールというですねプロロラックが、あります。これもよく出ますので覚えてください。そしてメルカプトプニンやですね、こちらにあるメトトレキサートですね。メトトレキサートもですね、よくあの必修とかですね、定期試験でよく出ます。葉酸の拮抗する、抗腫瘍薬選んでということで、昔から出ますね。こちらメトトレキサートと覚えてください。そして他にもですね、アルキル化薬やですね、こちら抗がん性の抗生物質ですね。こちら例えばブレオマイシンとかですね、ペプロマイシン、マイトマイシン C、アクチノマイシンデートですね。どちらかというと昔よく出題されて最近はあまり出ないんですけども、ブレオマイシンがですねしっかり覚えていただいて、副作用ですね、こちら肺栓症と、これよく出ますので覚えてください。そしてですね、近年出題が増えている微小管に作用するものですね。こちらはビンクリスチンとかですね、パクリタキセル、ドセタキセルのようなものです。こちらですね、よく出題、細胞分裂しているとき、M 期ですね、こちらで、働くものを2つ選んでくださいで、パクリタキセルとですね、ロセタキセルっていうものも、よく出題されます。こちら、ビンクレスチンはですね、末梢神経障害っていうのも、しっかり覚えてください。そしてですね、白金製剤ですね、こちらよく皆さん聞き覚えあると思うんですが、シスプラチンですね。代表的な抗腫瘍薬です。シスプラチンはですね、こちら副作用腎毒性ですね。腎毒性が強いので保液をしながらですね使ったりするんです。で、シスプラチンのですね副作用を、軽減したものがカルボプラチンになりますね。他にですね、トポイソメラーゼ阻害薬や、そして近年ですね注目を浴びているのが、分子標的ですね。こちら抗がん剤はですね、作用基準いくつかありまして、例えば先ほどのようにですね、合成しているときとか分裂しているとき、さまざま試みられているんですけども、まあ逆に言えばですね、健康な体とか細胞も攻撃してしまうという副作用があるんですね。そこで考えたのが、例えば抗がん剤だけに、抗がんのですね、まあ要はがん細胞ですよね、こちらに特異的なものを見つけてですね、それを攻撃するということが、まあ望ましいんですね。そこでですね、代表的なものをイマチニブやですね、トラスツマブ、そしてリツキシマブとかですね、こういったものをですね、しっかり覚えていただければと思います。例えば定期試験なんかでも B 細胞に対するモノクローナル抗体ですね、こちらを選んでくださいということでリツキシマブとかですね、よく出ます。そしてですね、特に覚えていただきたいのが、まずこのゲヒチニブですね。こちら EGFR、こちらチロシンキナーゼの阻害薬です。こちらですね。そしてですね、今回先ほど最初に問題でご紹介した EGFR を、阻害するですね、モノクローナル抗体、これがセツキシマブですね。こちらですね、上皮のですね成長因子、これが例えば扁平上皮がんというのは上皮ですよね。それをですね、まあモノクローナル抗体というのは人工的に作られた抗体と思っていただければいいと思うんですけど、それがセツキシマブなんですね。そしてですね、近年、ニボルマブですね、これテレビで注目を浴びました、こちらもですね、PD-1 のモノクローナル抗体ですね。こちら2018年ノーベル医学生理賞ですね、本庄佑氏がですね、まあ、受賞したということで注目を浴びました。このようにですね、抗がん剤のジャンルを、しっかりですね、分類を分けて、そしていつ働くのかということもしっかり覚えていただければと思います。東京デンタルスクールは1年生か6年生の定期試験 CBT 国家試験マンツーマンの個別指導で行っております。東京には全国からおいでいただいたり、マンツーマン個別指導ではオンラインによるですね、成功シーンとマンツーマンの講師も受講いただけます。
またですね、執筆させていただきました鹿ナビという本は、全国書店、こちらアマゾンでも、出版されまして、ベストセラー1位をいただいたこともあります。ぜひ皆さんですね、しっかり勉強して、そしてですね、また何かございましたらご相談いただければと思います。東京デンタルスクール岡田でした。